さらには稼げる大学っていったときに、その自己収入を増加しろとか、運営収入を増加しろっていった先になるのは、やっぱり私は学費の値上げだと思うんですよ。もうすでに国際卓越研究大学の議論の中では、国立大学の、授業料の柔軟化、値上げの自由化の議論も検討課題だってされているわけで、本当にこういうのが進んでいけば、学費値上げになってつながる。